も虹色ライダーでございます。虹色映像始まりました。勝手に、今回はドライブトークなんですけれども、いらないものを喋るわけでもなく、ただ純粋に外の景色を楽しんでもらえたらと思っております。というのはですね、今日は1月29なんですね。で、一応爆弾低気圧が、やってくると、でだいぶ荒れるみたいな日になると言われて、多分今日がピーク、まあ、明日にかけてっていう感じなんですけれども、まあ、せっかくなんでね、このホワイトアウトを撮ろうかなみたいな、ね、ちょっと気をつけながら本当に走ってますけども、ライトつけてね、うん、ちょっと映像としてはちょっとかなり何も見えないっていう感じになっておりますが、まあ、今日来るときにですね、今これ仕事これから行きます、出勤なんですけど、まあ、スマホ見たらコメント入ってたんですね。昨日の夜に本の帯がいらないっていうのをあげて、それに対してのコメントがもう2つあって、このいらないものシリーズだいぶ不人気なんですけど全然見られてないんですけど、コメントをくださる方がいて本当に嬉しくて、あ、ちゃんと見てくれてんだなと思って、だからせっかくだからこのね、あまりめったにというかこう荒れてる、うん、ちょっとレアな景色でも見せようかなと、こういう回があってもいいんじゃないかと思ったので急遽やってますなので何喋ろうかなとか、なんかそんな考えてないんですよね。いつもテーマっていうかそういうのを決めて、やるんですけども、まあ、とにかくこの荒れた天気を見てくださいという、ちょっともう一個ちょっとね、ワイパーめっちゃ映るけど許してくださいできるだけやらないようにするんですけど、まあ何分嵐なもんで、吹雪なんでね、ついちゃってこう見えなくなるんですね僕が。はい、というわけで、まあこれ何回目にしようかな本の帯が427だったはずだから、でその後もう2つぐらい作ったから、まあその次かちょっと一気に上げますわなんかできるだけ日近い方がいいかなと、こう荒れた天気って言われて過ぎたら、大体1週間ぐらいしたらもうそのことなんて大体忘れる人多いからね、そしたら結局あんまり見られてないみたいな。で僕ごときのそのね、僕にはそんな価値はないから、そんなね有名人でもないから、僕のこといっぱい喋ったところで食いつく人はいないと思うんですよ。だから内容が面白くないと食いつかないと思うんですねそういうふうにまあ一応考えてはいるんですけど、まあでも、まあ、1回ぐらいはねこう緩い、特に何の目的もない感じで、グダグダ喋るのもあっていいかなってちょっと思って自分に言い聞かせてますが、まあ、せっかくなんでなんかそうですね、普段はそのテーマのことしか喋らないようにはしてるから、僕のこととかあんま知らないと思うんですよね。まあ、知り合いの方が結構チャンネル登録最初はしてくれて、で今ね登録者数は徐々に増えていって、全然知らない方もね登録してくれて、だから僕がどういう人なのかという、もういまいち、わからないんじゃないかなと思いますけれども、まあ、自己紹介あえて言うのもね、今までずっと散々やってきて、まあ、喋ってはきてますが、まあ現在38歳、もうちょっとで39になりますか、もう39ですか気持ち的にはずっと25のままなんですけど、38で、まあ最近結婚もして子供もできて、まあ家も買ってみたいな感じで、で念願の田舎暮らしというか、ちょっと人里離れたところに、住むっていうのが、まあ、ちょっと夢だったんで、で妻と一緒にそれを、叶えて、まあ今も、まあのんびり、まだ落ち着いてはいないけど、まあのんびり家族3人で過ごしていて、
まあその合間合間で、まあ、家庭が優先なんでね、前言った通り、前言ったっけ、あ違う言ってないこれ別なやつだ、この後にあげるやつだわ、ごめん。であの家庭優先なんで、そのね合間見て YouTube もちょっとやりつつ、まあ、自分の好き勝手というか、やってます。まあ、そもそも僕はあの弾き語りをずっとやってたんで、ずっとつっても僕ギター始めたのが22だから、大人になってから楽器に触れたんですけどね。でその楽器を持って旅をして、一人旅をしたんですよ、日本だけだけど。でまあ路上を全都道府県でやるみたいな感じでやって、でまあそれ3年半4年ぐらいかけて終わって、でその間にその途中で YouTube に、まあ最初はアカウント持ってなかったんだけど、友達が上げてくれたんです、僕が歌ってるやつ。多分未だにあると思います、僕のオリジナル曲なんかね、その旅で歌った時の映像、うん、画質とかもすごいあんまり良くないけど、それが一番最初ですね。でそっから旅終わって、まあ、自分で最初作ったのかな、まあ、その時付き合ってた方が、今の嫁じゃないんだけどと一緒に、まあ、ちょっと一緒にっていうか、向こうが結構やってくれて、それでなんかちょこちょこ上げたりはしてたんだけど、だから基本的にずっと歌を上げてたんですよ。で2015年の時に虹色映像っていう感じで追っ始めたんですね、うん、このアカウントじゃないんだけどね、あの元々最初あったアカウントで虹色映像を始めて、まあもちろん歌を広げたいんだけど、歌だけだとなんかみんなやってるし、うん、まあ、大したことないし、歌自体がね下手だし、なんか別なこうやり方もあるんじゃないかなみたいな感じで、要は喋って歌も、歌ってみたいな、一応番組風にはしたんですよね。でまあすごい素人臭さも出しつつまあ素人だからね、そのままでいいんだけど、それでっていうか本当ずっと白いね今山下ってますが、そうそう、それでずっとやってて、で、まあ、その時は札幌に住んでたんですよ、まあ、北海道ですよ、こう北海道札幌に住んでて、もう僕もともと登別出身なんでね、で、まあ、旅終わって札幌に住み始めて、で札幌出たのが2018年で、ずっと虹色映像は継続して続けてたんですね。その時は札幌のミュージシャンの方にいっぱい出てもらって、楽しく楽しくやってたんですよ。で引っ越しして、まあ、今、ここはまあ洞爺湖の近くと言っておきますに、住んでますが、それで、まあ一人で、まあ、要は札幌ミュージシャンがなかなかね出ること難しくなってきたから、まあ、一人ではやってたんですよ。そんでそんな中なんか、まあ、著作権とかってあるじゃないですか。で僕音楽が、まあ、自分でやる以前にもそもそも好きだから自分の好きなアーティストの、まあ、トップ10みたいなのを作ったんですね、うん、でサビぐらいを本当に本人の CD 音源を流すぐらいだったら僕はありだと思ったんですよ。著作権法に触れてるけど、そもそも YouTube の仕組みってその、例えば広告費が入るとしたら、あのものすごい跳ねてね、僕には入らないようになるんですね、その著作権に触れてるものを使っちゃったら、そういう風に警告が出る。それでもいいですよ、あげますっていうやり方もあったんですよ。でそもそもあげれないやつもあって、ブロックされる、著作権だからみたいな。だからもう僕一番好きなミスター・チルドレンはあげれなかったんです、そもそもブロックされてて。で他の、一番最初にあげたのはディーンなんですね。ディーンも大好き。ディーンあげた時はそんな感じだったんです、要はこれは、あなたには収入が入りません、もし収入が入ったとしたら、うん、そもそも登録者数が少なすぎて収入なんて入るわけねえじゃんとか思ってたんですけど、その時でなんぼだろう、200もいってないと思う。それでね上げたんですよ。でその上げれるやつアーティストバン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 上げてた。ダメだったらダメって最初に言われるから別にいいんじゃないかなと思ってたんですよ。そしたら見るっていうか、まあ、登録者数はまあ増えたんですね。増えて、で、まあ、全然1000はいかないけど、
それでね、いくつか挙げてたんだけど、強制停止みたいな、要は、これダメだよみたいな感じで警告が来て、3回くらい来て、いっぱい挙げすぎてたから一気に来て、あのアカウント停止になったんです。ニジェロ映像、2015年からずーっとずーっと続けてきたやつが、アカウント停止になっちゃった。で、なくなった。で、今回の今のアカウントでまた始めて、で、第1回目からまた地道に上げるのはすごくめんどくさいし、きっと需要もねえだろうなとか思って、まあ、そもそもないけど。それで、また新しくやって、多分この、アカウントの過去の動画、一番こう古いとこまで遡ると、まあ緊急虹色映像が最初、要はそのことを説明している、ただただ説明している動画があって、そっからね、まああの辺、要はアカウントが停止になったぐらいの時から始めてるんですね。だから309回目、確か309回目から始めてて、でその途中で、まあ、これは残しときたいなってやつは丸々いきなり上げたりとか、だからすごい順番じゃないんです。で、中にはこの歌だけはあの YouTube で残しておきたいってやつは、YouTube、要は切り取って、別撮りで、まあ、新たにその絵についてのコメントじゃないけど喋ってる映像をプラスしてやったりとか、もうずっとやってたんですよ。で、まあ今420、何回目にしようかな、30か31ぐらいになって、そんな感じで虹色映像は始めてて、で虹色音声の方は多分そのアカウント停止になるちょっと前に、始めたから多分最初からあるんですけど、まあ、そんな感じでずっとこれからも、続けていきます。でこれやりたいなみたいな思ったら、また新しいこととかやったりも全然する気満々だし、まあ、とにかく、まあ、下の概要欄に説明が書いてるんですよね。まあ、僕はこれを、最初はその歌を広げたいっていう気持ちもあって、もちろん今でもあるんだけども、それよりも、僕がなんか、残しておきたいなとか、これ好きな人もいいんじゃないかなとか思うことを、とりあえずバンバン上げるっていう感じでこれからやっていこうかなと思ってます。あ、車映っちゃう。で、あ、温泉街に着きましたね。だから本棚みたいな感覚、僕のこの YouTube の動画は、はい、こんな感じでこれからも上げてきます。だから、あ、それ面白そうだなって手に取ってくれた人いたら、それは見てくれていいなと思うし、全然興味ない人はもう素通りでも全然いいしっていうスタンスで行こうと思ってるので、はい、これからも、まあ、マイペースに続けます。家庭が優先だから。でそんな中ね、コメント、くださるのは本当にありがたいです。本当に少ないからコメント自体がね、ちゃんと しっかり全てメール通せます。私若干否定的なコメントもありますけども、それも嬉しいです、はい、そういうことを言ってくれる人もいるっていうのは結構嬉しいです。一番悲しいのは無関心なんでだからなんかアクションがあるっていうのは、うん、いいですね。否定的なことを言う人の心理まで考えると、なんでわざわざそんなこと言うんだろうとはもちろん思うけども、それは発信側という立場としてはありがたい、うん、アクションがあるから。だし、まあ、否定的なコメントをする人とか、まあ、低評価ですよね、うん、発信側としては嬉しいんです。ただ人としてどうなのっていうことになると、かわいそうになって思います、はい、なんかバカにしてる感じじゃなくて、なんだろうな、多分気づいてないんだろうな、自分の価値を下げてることに気づいてないんだろうなって、僕は要は他のね、YouTube チャンネルでもそういう否定的なコメントをしてる人もたくさんいるから、それは自分の価値を下げてんだよって、うん、心の中で思いながら、ね、見てますけど、さあさあさあ、なかなかの、
と山というかね、ちょっと上の方なんで、まあ、その辺がやっぱりこっち下ってくるとかなり穏やかですね。調べねえんだよと思いますけど、そんだけその自分のこう生活人生にを脅かすようなことになっているのに全然調べない、国任せみたいな、政府任せなのに政府批判する、何がしたいんだみたいな。だってね、コロナの種類ですら知らないから、7種類あるんだよっていうのを言ったら、いやあんま興味ないしって言われたからね。興味ないんだ、なのにもうマスクしたくないとか嫌だとか言って。いやもうほんとどうなんの、どうなったら収束すんのってね、そればっかりは言ってるけど興味ないっていう、びっくりやん。まあそんな感じでね、まああれですよ、まあこういうことになるとこうね、二極化しちゃってね、そこでまたこう人間の愚かさみたいなの出ますけども、まあ、できるだけ違う意見の持ってる人も、要は考えない人もできるだけ肯定して、接していこうかなと。こっちが否定的になると、真実を分かっていたとしてもうまくいくものうまくいかなくなるから、まあ、いざとなった時助けられないけどね、そんな鼻から否定、こっちの意見を否定されたらね、まあ難しいですが、やっていこうかなと思います。こんな感じで今回はずっとね、景色と僕のくだらない話、これを最後まで見てくれた人は本当にいるんだろうか。爆弾低気圧の、29のこれは朝ですね、今8時過ぎた頃ですけども、の、洞爺湖近辺はこんな感じの天気でした。リアルな天気を、お見せしました。というわけでそろそろ、まあ、まだ全然つかないんだけど車も映っちゃうんで、終わりたいと思います。見てくれて聞いてくれてありがとうございました。さよなら。